皆様こんにちは。溝上でございます。溝上真一の教育論動画チャンネル番外編撮り鉄の旅でございます。本日はパート11東京まで1時間ちょっとのローカル線成田線と我孫子線についてお話をしてまいります。で今日ご紹介する写真はこの私のウェブサイト電車のページというタブのところにあるところに先日アップしたものからです。合わせてご覧ください。 で、ここから行きましょうか。えー、成田線のですね、下草神崎駅から、えー、10分ぐらいのところに、あ,ある、この畑の、えー、ところから撮った写真です。209系4両車両ですね。はい。えー、と、これは、あの、同じところから、ちょっと違う角度で撮ったものです。あの、209系というのは、えー、もう、あの、そんなに古い車両じゃないんですけれども、えー、ただ、あの、えー、後でご紹介する E200、 e 231系とか、えー、233系とかね。あの、結構後続の新型車両の、こう、原型になったと言われていて、まあ、あの、 えー、古くはないんですけれども、えー、なんかどんどん消えていってる感じがしますね。あの、ちょっと今、普通に現役で走ってる間に撮っておこうと思って、今回撮ったということでもあります。で、まあ、今回のこう、こういうね、ローカル線シリーズいろいろあの、ご紹介してるんですけど、あの、私あの、前の、えー、動画でもお話ししてるんですけど、えー、まあ、こういうところってあの、特急とかですね、いろんなあの、まあ、かつてで言えば急行とかね、寝台とか、そういったこものが走らないんですよね。 で、あの、学生の時代は、あの、貨物とか追いかけてましたので、あの、貨物を取るんだったら、ここは結構いいとこなんですけども、忙しくて貨物とか取ってませんので、えー、まあ、そういう意味ではですね、わざわざ行かないと、えー、まあ、取らない。まあ、そういうところの車両です。で、209系ね、古くなってきてるっていうのもありますので、まあ、しっかり、あの、現地行って、取っておこうというような、そういうものでもあります。はい。 まあ、あの、私、あの、てっちゃん40年ちょっとやってますけど、で、成田線とかアビコシ線ってね、名前は散々聞いてきましたけど、初めて行きます。<laughs> あの、まあ、あの、このね、成田線のこの、えっと、桜駅のあたりは結構行ってますけど、この4両走ってるところ辺はですね、ほんと初めてです。はい。 で、えっと、成田線説明しておきます。あの、まず成田線の起点になるこの桜市、桜駅っていうのがあるんですけれども、えここからですね、成田駅を通って、えー、まあ、先ほど紹介した下草関西景気をこう通りながら調子に行く、この路線を成田線と言います。そしてあの、後半紹介しますけれども、え成田駅から、えー、この阿孫湖に向かって、そして柏通って、あの、上野東京品川と。これがあの、今、上野東京ラインと言われています。 ってますけども、まあ、常磐線ですね。で、そういうところに、こう、えー、通っているのが、これが成田線の通称、我孫子線って言われてるものです。成田空港ここら辺ですね。はい。で、四街道とか、あの、この辺り結構また、あの、成田エクスプレスとかの撮影で結構有名なとこですね。ここにはもう何回も行ってるんですけども、ここからわざわざこの4両編成を取っていくのは、まあ、あの、初めてと。もう行くのも初めてですね。はい。 で、総武本線っていうのが東京からこう千葉。 千葉駅を通って、この、えー、同じくね、こう桜駅を通って、この南の方にね、こうやって、こうやって同じように、最後、調子に行きます。ここで合流と。はい。これが、あの、総武本線。これはかなりでっかい、あの、路線ですね。で、千葉駅から、あの、南降りていくと、あの、房総半島の内房線、外房線と、あの、木更津とか、君津とかですね。で、あの、外房線の方で言えば、市宮とか、あの、勝浦方面ということになります。まあ、こっちの方、あんまり車両のね、あの、入れ替えが多くないので、 で。 10年か15年に1回ぐらいしか行かないですね。まあ、時々行ってるっていうイメージです。で、今回はここ初めて行ったと。ま、ほんと恥ずかしながらですけれども、あの、行ってきました。はい。で、まあ、どういうところでね、あの、撮影してるかっていうご紹介ですけれども、まあ、この写真、えっ、ー、と、え、どこで撮ってるかというと、まあ、あの、まずあの、電車の中からね、あの、撮った写真ご紹介しますけれども、えー、これはあの、成田駅からこの、えー、下坂安崎駅に行く、ちょうど、ここの とちちょょうど先っちょにあの下安崎駅があのがりますねで、えっと、この踏切じゃないんですけど、もう一つか二つ向こうの踏切。でも、ま、あここら辺同じような風景なんでね。まあ、こんな感じで、あの、えっと、道路とか畑とかね、あの、あって、ま、撮影してると、イメージしてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。 で、えー、下尾神崎駅から、えっと、ここ、ここに線路がありますね。で、あ、線路あるなと思って見ながら歩いています。はい、駅から10分ちょっとぐらいのところです。ゆっくり歩いていって、あの、すぐです。で、こういうね、あの、左に線路を見ながら道路を歩いていって、そしてあの、あ、ここ曲がったらいいんだなって言って、えー、まっすぐ行ったら、えー、奥にですね、あの、踏切があります。で、ここら辺の、踏切がちょっと離れたところら辺から、えー、ちっちゃい望遠で撮ってるのが、あの、先ほどの写真です。 これですね。はい。 で、実はですね、この写真、あの、えっ、ー、と、ついてすぐ来た電車で、まあ、あの、練習で撮ってるんですよね。えー、で、実はもうちょっとあの、線路に近いところから正面が見える形で、あの、撮ろうと思ってたんですけれども、実はですね、こう、ついて30分ぐらいする中でですね、太陽が雲の中にまた入っていってですね、えっ、ー、と、まあ、天気はいいんだけれども、まあ、雲が若干あって入っていく。えー、そして真っ暗になったまま、もう夜になってしまったという。 このよくあるパターンになってしまいまして、残念ながらですね、えっ、ー、と、狙ってた写真は撮れませんでした。まあ、練習で撮ったこれが本番ということになって、まあ、悪くはないんですけれどもね、あの、まあ、これを、えっ、ー、と、アップということにいたしました。4両編成、290。まあ、かっこいいですよね。はい。まあ、ちょっとね、あの、 えー、少しあの細かいことを言うとあの、ポールがですね、こっちに立ってるんですよね。だからあの私としてはあの向こう側から撮りたかったんですけれども、まあ、あのまあ、いいかと。あんまり、まあ、気にもなりませんので、まあ、これで OK ということでございます。はい。 で、えっと、後半、あの、もう一つの、えっと、成田線、阿鼻呼子線っていうね、阿鼻呼子線って言ってますけど、これ今からご紹介しますけど、重量編成で来る、そしてあの、東京、えっと、上の東京品川とね、こう行く、もうほんと首都圏の方に輸送するあの、路線でありますので、もうめちゃくちゃ人も多くてですね、さっきの4両編成でこう、可愛くこう、走ってるのと全然違ってですね、もうすごい迫力です。で、私はあの、えー、っと、この成田線の阿鼻呼子線っていうのをですね、あんまりよく 知らなくてですね、今回本当にあの、このエリアが、えー、まあ、東京近郊のベッドタウンになっているということをですね、非常によく学んで、あの、帰ってきました。はい。えっ、ー、と、まずここから行きましょうか。あじき駅って呼びますね。で、この味じ駅っていうのは、あの、今お見せした成田駅からですね、えっと、二つ目の駅ですかね。はい。で、この後紹介する小林駅はその隣と。まあ、この二つの駅の、この成田駅の間を、ちょっとうろちょろうろちょろしてました。はい。 えっと、朝の6時過ぎの電車ですね。重量編成。朝の6時過ぎで重量編成いっぱいになりますのでね。これはすごいっすよ。あの、こんな感じです。はい。まだ6時過ぎだから座れますけどね。えー、でも、なんか空いてる席あるかなぐらいの感じですね。あの、成田駅からも、え、そこそこ人乗ってますのでね。まあ、本当にあの、通勤輸送、え、している車両として、あの、私もいい勉強になりました。 で、これが、あの、えっと、東京駅で撮った、あの、まあ、ちょっと、えー、1年ぐらい前の写真ですけれども、だから、ま、こういう感じでですね、あの、えー、この阿ビ子支線のこの E231 系、結構、あの、東京品川等で見てるんですよね。えーで あの、ここ、表示幕ね、あの、アビコとか、ナリタとか言って書いてあるんですけど、私全然ですね、頭に認識してなくて、まあ、この、この形とこの色から見てね、あ,あ、まあ、常磐性の方ですよね、とか言って、まあ、それぐらいは思ってたんですけど、それぐらいしかなくって、今回これがですね、あの、田園風景豊かなところに重量編成で、ぐわーっと単線入っていく電車なんで、初めて知りまして、まあ、本当にあの、いい勉強になりました。はい。うん で、あの、アキ駅からもう一つ、あの、アビコの方に行くと、あの、小林駅というのがあって、まあ、そこから、またこれもあの、七八分ぐらいですね。歩いたらもうこういう、あの、田園風景豊かなエリアになって、えー、まあ、あの、アビコ支線、この十両編成か五両編成で来て、時々五両編成で来ますね。で、これ、あの、横から撮った朝七時ぐらいの写真です。はい。えっと、これがあの、撮った場所ですね。えっと、 小林駅がここら辺にありますかね。で、こう住宅街をこうちょっと通って、道路を通って、そしてあの少し入り込んでいったらもう畑がドワーンとあってですね。で、その畑のところの道路から横を取ったっていう、まあこういう状況でございます。 はい。えー、本日は以上でございます。ご視聴どうもありがとうございました。まあ、今回はですね、えー、まあローカル線と呼んでいいかわからないけれども、あの、首都圏近郊のですね、まあ、私が本当にあの、えー、勉強になりましたというようなご紹介でございますけれども、あのー、まあまたこれからもですね、いろいろこういうローカル線をはじめ、えー、まあ新幹線とか特急とかね、あの、企画いろいろしておりますので、合わせて、えまご期待ください。はい。本日はお疲れ様でございました。